はい、スタートしました。ウラギチャンネルです。ほいほい。今回はですね、緊急告知、TD 猫銅像お披露目解禁につきまして、で、TD 猫銅像についに完成しました。やりましたね。長かったですよね。で、今の件に関しては、関連動画をご参照くださいということで、動画内を見ていただくといろんな方のご協力で、そうですね、できますよね。どうですか、今 UGT にありますけど。いやもうご利益ありそうだよ。いい感じに仕上がってますよね。最初よく銅像っぽくなった。その最後の最終工程の方はまだ解禁されておりませんので、解禁日がもう今5月6日の1時に撮ってるんですけど、5月6日の15時以降、フラワーリキュー本店さんが15時なんですよ。平日なんで、今日平日は15時オープンなんですけど、そちらでフラワーリキュー裏本店さんでやりますんで、こちらをぜひ明日以降も5月末まではフラワーリキュー本店さんにお貸していただく予定なんで、お時間ある時に行っていただいて、参拝カードと記念缶バッジも作らさせていただきました。バッジはこれですね。すごい。3種類ありまして、6月から違うお店さんにお貸していただくんですけど、リキさんではガチ対話の缶バッジ。え、種類違うんだ。3種類あるけど、リキさんはガチ対話の缶バッジになっております。で、6月以降もぜひコンプリートもしていただくと。確かにこれは素晴らしいですよね。そうですよね。こちら参拝カードは無料でお配りさせていただきまして、記念缶バッジの方はせっかくなんで、どう配るのこれは。祈った人はもらえるってこと。そうです、祈って方はもらえる。参拝カードも記念缶バッジは予定でございます、はい。で、記念缶バッジの方はあのリキさんの方で1品以上注文していただいた方にせっかくなんで、ということなんで、そういう感じで緊急告知になります。あ、何かゆうじさんからありますか。ゴールデンウィークお前ほぼ俺マスキングとこう細拭きでこうケースにやってたぞお前。マスキング地獄。マスキングで3本使い切ったからな俺。で、今いろいろ噂される反則級外国人選手獲得もぜひいいタイムですね。先輩していただくと、きっと今噂されてる選手たちが全員来てくれるかもしれない。最初何言ってんだこのバカと思ってたけど、はい、実際完成したの見たらご利益ありそうな。ご利益ありそうですよね。ちょっと実物はまだ見てないんですけど、これは来るなと思ったよ。ぜひ皆さん参拝していただいて、で、参拝カードの方にあります通り、よければ SNS とかでは共有していただくと、より反則休暇空人が来てくるのか。もう来てくるの。こちらお知らせですけど、5月末まで浦和力本店さんにお貸していただくようになってまして、その後は6月からは違うお店さんに、毎月1ヶ月ごとに違うお店さんをこうキャラバンしていくと。そんな感じで参拝お待ちしております。参拝お待ちしてます。はい、リキさんでお待ちしております。5月、はい、ずっとありますんで、うん、そんな感じで、リキ行ったことない人もこの機会にぜひ。今後はもう TD 猫堂々を参拝してから最初に行くぐらいのルーティンになってるんですよね。そんな感じで、どうもありがとうございました。